皆さんこんばんは。デカ広報こと島村とコンタクトミリタリーバーチャル YouTuber の彩り迷いです。コンタクト、コンタクト、さあ始まりました。まるデカ宣伝本部。8月もね、あっという間に終わっちゃって、気がつけば9月。もちろんね、夏も大好きなんだけど、やっぱね、食欲の秋っていうのもね、またすごく魅力的だなと思っております。いやー、わかりますよ。まあね、秋も美味しい食べ物がたくさん出てきますから、たまらんですよね。いやてね、また食べ物の話になっちゃうんで話題を返しまして、デカ広報、はい、VR イベント、バーチャルマーケット6、お疲れ様でした。そうだね、まゆちゃんもね、本当お疲れ様でした。ね、お疲れ様です。先日ね、8月28日の土曜日にね、無事終了しまして、今回もね、たくさんの方にね、ご来場いただき、本当にね、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。本当今まで出展してなかったね、有名な会社も続々と初参入してね、今回も前回以上にね、すごく盛り上がったよね。いやですね、本当に盛り上がってた。こう皆さんね、東京マルイブースに遊びに来たのはもちろんのこと、フォトコンテスト用の写真をね、こう至る所で、パシャ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 って撮影したり、東京マルイバーチャルサバイバルゲーム場アイランドでも遊んだりと、なんかこうすごいとか楽しいっていう声がね、そこら中から聞こえてきましたね。本当だね、本当そういった声がね、すごく多かった気がするね。で、本当今回ね、念願のまえちゃんとね、バーチャルサバイバルゲームでもね、楽しむことができたしね。まあその辺は今日の配信でね、後ほどその模様もお伝えしたいなと思っております。いや皆さんも本当に盛り上がりましたからね、そしてね、そして配信の後半にはね、またまた皆さんがね、お待ちかねのあのね、魅力的な情報をね、お伝えしたいと思っております。ご期待ください。魅力的な情報、なんだろう。それって、9月のこの時期を考えると、もしや、もうですか、来ちゃうんですか。もうしか言えないけどね。その前に、迷いはデカ広報にちょっと言いたいことがあったんですよね。なんだろう、なんだろう。ちょっとデカ広報、迷いの話の途中で遮るあの編集タラタラタン、やめてくださいよもう。もうじゃなくて、デカ広報聞きたかったのは、新製品ガスブローバックショットガンサイガ 12K の PV が公式 YouTube チャンネルで流れてるじゃないですか。そうそう、そうですね。え、これ毎度のことなんですけども、いつの間に撮影してたんですか。もしかしたらマルフェスオンラインパート5の新製品の答え合わせの時にイメージ映像をね、こう30秒くらい流してたで、じゃないですか。あの時に一緒に撮影してたのかなーなんて思ってるんですけども。そうだね、あの時にね、一緒に撮影したんだけども、だからね、相当前なんで、もういつ撮ったかなんか忘れちゃうぐらい相当前にね、撮影したと思うんだけどもね、でも今回のまえちゃんさ、サイガの PV を見て、今までの PV とはちょっと違う、趣がちょっと違うなって、分かったんじゃないの。いや、分かりましたよ。なんかもう初めて見た時に、ちょっとびっくりしましたもん。こういうテイストの PV なのっていうのすごいびっくりしちゃって、こう今までのこう PV とはね、ガラリと印象が変わって、なんだろうな、よく海外のこう YouTube とかでよくある実銃解説の動画みたいな感じしますよね、なんか。気がついた、気がついた。おお、まさにね、お迷いはそう思った。その通りなんですよ。やったー。サイガ 12K はね、ミリタリーというよりはね、法執行機関や民間で使用されている銃なので、今までのようなね、こう兵士が構えるとか、その MSI がこうバンバン撃つみたいな感じではないんじゃないのかなって思ってね。それでまゆちゃんの言う通り、
アメリカの YouTube でよくあるような実銃解説風にね、ちょっと今回はしてみたんだよね。なるほど、なんかこう見たことあるみたいな感じで勝手に思っちゃうのはそういうことなのか。ねえ、いやちなみになんですけども、あの解説されている方はどなたですか？あのね、彼はね、あの僕の友人のね、秋田くんっていう方でね、秋田さん、あの通称パンダマンっていうんだけど、パンダマン、あの、アメリカ在住のね、日本人なんだけども、あのフォトグラファー兼ね、あのライターとして銃業界でね、活躍している人物ですね。アメリカ在住ってことはこれ、アメリカで撮影したんですか？惜しいな、惜しくもないけど、本当はねアメリカで撮影はしたかったんだけどね、残念ながら日本で撮影しております。うん、えっていうことは、アメリカから秋田さんに来ていただいてっていうことですか？たまたまね、あの彼が個人的な用事でね、数ヶ月ぐらい日本に帰ってきたことがあったんで、そのタイミングでね出演してもらったんだけどもね、おー、ベストマッチタイミングじゃないですか。グッタイミングですよ、本当に。グッタイミング、グッタイミングですね、本当。秋田くんはね、プライベートでも、アメリカのシューティング大会にもね、参加したりとか、もちろん実銃の撮影とかもこなしてるからね、知識も豊富だし、銃の扱いもね、すごく慣れてるから、今回の演者にはね、すごく適任じゃないかなって思ってね、それで声をかけてみたんだけど。もう適任中の適任ですね。もう本当すごい適任だったなと思うんだけどね。やっぱね、ものすごく熱心にね、シナリオとかもチェックしてくれたりとか、やっぱりあとこう、なんていうのかな、英語風の日本語はちょっとおかしいですよとかね、あとはこういう言い方の方がなんかいいんじゃないですかとか、すごくね、時間がない中でもね、非常に頑張ってくれて、秋田君もともと映画も大好きでね、自主映画とかも撮っちゃうたりするんで、本当ね、カメラアングルとか、機材の操作もね、実はね、バッチリなんだよね。なので、撮影の当日もね、なんかもう自分の視線が終わったらね、他の撮影とかのね、こう協力とかね、手伝いとかもすごくしてくれてね。すごいですね。あと、すごくね、アメリカじゃものすごく顔が広いんで、それこそね、マルデカ宣伝本部第34回でお話しした、タラン・バトラーさんとかね、あとそれこそキアヌ・リーブスとかにもね、あったりはしてるんで。すごい方ですね。めちゃくちゃすごい方ですね。いや、その中でもさっきから結構驚きつつも引っかかってることがあって、なんだろう、通称パンダマンってどういう意味ですか？なぜパンダ？パンダマン、もうね、秋田くんって言ったらね、もうパンダマンなんですよ。パンダのお面なんですよ、秋田くんといえばね。知ってる人しか知らないと思うんだけど、どういうこと？どこにでもそのね、パンダのマスクをかぶってね、こう出没するんですよ。ほんでなんかね、パンダのマスクをかぶるとなんかすげえこう無敵になった気持ちになるみたいな感じなんだよね。どういうことだろう。ちょっとよくわかんないんだけど、撮影の当日もね、あ、島村さんまたパンダマスク持ってきましたよって言うからね、いやいらないと、使わないんだ , 笑いじゃないんだと、今回はっていうことで丁重にお断りさせてもらったんだけどね。なるほどね。いや、なんかいろんな意味でこうすごい人ですね。すごいんだけどね。でもね、すごくなんかね、恥ずかしがり屋の一面も持っててね、俺がすごく付き合いが長いんだけども、なんかそういう性格じゃないなって思ってたんだけどね、本当に最初このお仕事のね、この PV のいわゆる出演依頼をした時に、いや、ちょっと僕は恥ずかしくてできないんですよみたいなことを言ってて、そんな風に全く見えないのにそうだったんですか？なんかもう物おじしないね、もうなんかこうガンガンいけるタイプかなって思ってたんだけど、もう見える見える、なんかやっぱりパンダのお面をかぶってないとダメなんじゃないかな、意外と強気にいけないのかもしれないね。なるほどね。でもパンダのお面をかぶってる時はね、もうすごいよ、もうグイグイガンガン、グイグイガンガン。あ、そんなね、秋田くんからビデオレターが実は届いております。おお、ビデオレター。ビデオレターちょっと見てみようかな、じゃあお願いします。どうぞ。 Hi everyone, this is Pandaman. Shimamura-san, I'm back in the US, so I will show you this custom Tiger 12 shooting now. Shimamura-san, hope you come back again. Let's shoot together. なんだこれ、なんだこれ。さ
さすが、さすが秋田くんだね。あのでもね、これが秋田くんですよ。ありがとうね、秋田くん。ありがとう。ありがとうございます。あの実は俺はね、仕事であの秋田くんとね、実はカナダとかにもね、うん、行ったことがあってね、あのすごく楽しくていい人なんだよね。うん、あの本当はゲストでもね、呼びたかったんだけど、うん、ちょっとアメリカに帰っちゃったんでね、うん、あのまたの機会があればだね。いや、迷いもね、いつか会ってみたいですね。あのいつか紹介しますよ。うん、うん、おやったここでね、改めて新製品ガスブローバックショットガンサイガ 12K のね、情報をお伝えしたいと思います。こちらがポスターですね。どーん、かっこいい。そして価格はメーカー希望小売価格49,800円、税別となります。49,800円、49%税別、もうなんていうのかな、絶妙な価格バランスのような気がしますね。 なるほど、そしてね、この相談数58発のスペアマガジンはね、うん、4,980円税別、同時発売となります。おお、こちらも4980円の49%税別ですね。うん、いやーもう迷いね、うん、もうサイガ 12K 間違いなくこう迷いの軍拡リストに加わってますね。ありがとう、嬉しいね。あのね、良すぎる、まだまだね、これからも新製品ガスブローバックショットガン、うん、サイガ 12K もね、絶好調で使用できるね、季節だと思いますので、ぜひね、はい、期待してもらえたら嬉しいなと思います。お、よろしくお願いします。お願いします。さあ、まゆちゃんね、冒頭でもお話しした通り、まゆいちゃんとね、東京マリーバーチャルサバイバルゲーム場アイランドでサバイバルゲームをしてきましたのでね、その模様をお伝えしたいなと思います。ですね、うん、今回はデカ広報をはじめ関係者も含めて、うん、大勢でゲームして熱い戦いが繰り広げられましたからね。あのね、本当息詰まる白熱の展開っていうのはこういうことなのかなって思うけど、ハードル上げてませんか、大丈夫ですか。面白かったよね。あのその模様をね、収録してありますのでね、うん、ぜひこちらをご覧ください、うん、ください。ピカン、はい、ゲームスタート。 スタートです。ゴーゴー、リンゴ走れ、リンゴ叫ぶな、お前舌を噛み切るぞ、リンゴ舌が、お前舌が噛み切れるぞ、リンゴ。待って、リンゴちゃんが、リンゴちゃんが叫びながら発狂してる。リンゴ、リンゴここだ。リンゴ、リンゴ頑張れ。全然いないね。反対側回ってる可能性ありますね、これ。ああ。あれ？あ、間違えた。俺、ごめんなさい。ごめんなさい。相打ちじゃなくて、フレンドリーファイアーしちゃったかな？
敵人敵人入れ違いになってる敵と入れ違い向こうがいる。リンク砲がリンク砲がずっとしゃなんか口から何かを出している。遠すぎますよ。いねえの。そこにいませんよ。戦場に向かって。あ、マコ撃たれてる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 。はいはいはい。あ、やられた。やってんね。いやー、同じこと考えてる。あー、クソ待たれてた。気づかれてたか。気づかれてたか。クソ。気づかれてた。おう。どうやったー。同じチーム。また3人が勝ち。あれ、誤射メンドリー死なった。あぶねー、2人のところだった。あ、いた、ノラ様。緑の建物2階、ノラ様発見。声かけてくださいよ、私、いるの分かってるんだから。いや、1回中ですけど、またここに戻ってきてると思わなかったです。あ、それ置いといて。マスダ来ました。取り出してくださいますか。私が狙います。あはははは、なんつうことだやられた。ノラさん、骨骨マンと一緒におったな。ノラ様がうぇっ、そこかここかフレンドリーファイヤーです。あ、待って、リンコちゃん一人でかわいそう。頑張れリンコ、リンコおお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 おあ、あそこにあった。ゴー。未来に行きましょう。オッケー。さっき建物の上の方にいましたよね。ツーマンセル、ツーマンセル。オッケー。じゃあ行きましょう。一回マンションに登ってみます。私は。これで。そう。了解です。これ牛取れるんじゃないか、下手したら。あ、ちょっと野良様。野良様がリンコちゃん取りに。めっちゃゆっくり。あ、バレた。リンコちゃんが。あ、射程が。射程が届いてない。射程が。お互い。リンコちゃん見つけた。あ、リンコちゃん探した。あ、リンコ。詰めてる。詰めてる。デカ候補詰めてる。でもデカ候補もリンコちゃんも移動めっちゃ遅いから。2人ともホロポンと。あ、それあ、やばい。気づいてない。リンコ。あれですよね、多分。スルー。いたのに、さっきリンコちゃんいたのに。骨に行ったのに。隠れられましたか。あと3人。リンコちゃんだけかもしれない。あ、いたいた。その建物の2階。リンコちゃん撃ってない。了解。トリガーを引き、あ、ノラ様が来ちゃった。別の建物上がります。あぶね。決めてくださいね。ノラ様を撃ちそうだった。なんでデカコホ止まった。あ。唇切っちゃったかな、またどっかでぶつかる。やばい。決着つかないな。デカコホまだ来るまで下がってる。リンコちゃんはどこから？リンコさん登らない。隠れてるよ。面白いゲームだこれ。あそこ聖域すぎるでしょ。あの辺にいるのは分かってるのに。あそこなんかあれね、リンゴの木とかで守られてるんですよ。なるほど。いませんね。見つかりません。見たい見たい迷いも。
お近づいてる近づいてる。あ、来てる。これは？あ、あ、まだまだです。あー、階段にいることを見と、これを見失ったんですね。また。そうね。あ、あ、裏手に行った。ノラ様や。ノラ様は今その中ですか？見てるんじゃないですかね。あ、あれ上です、ね。屋上だ、屋上だ。屋上いるんだ。だ。ちょうど近くか。あ、見つかった。あ、リンコいいぞ。後方に見つかったけど、逃げてる。逃げてる。やばいやばいやばい。上からノラ様が見てる。ノラ様を見てる。上からノラ様が見てる。あ、でもここ間違ってる。ここ間違ってる。これまた見失ってます、ね。ドキドキする。リンコ。角番。あ、だって絶妙に見えなかったですね。あ、リンコ。やだ、怖い怖い。無理無理。これノラ様。やられたやられたやりましたねやりましたね声は聞こえるのに最後まで残った残りました。僕らだけかな届こうと思って終わったありがとうございました。ジジーお疲れ様でした。かわいそうだったリンコちゃんの追い詰められたのよう長生きしたな全然見つからなかった。すごい見つからなかった。全く分かんなかったそうそう迷いがあるわよ。面白かったノラ様二人殺してんの味方忘れられたと思いますけどあ、そうなんだ。リファイヤー今今今間違えてしまったんやろ。そう本当に申し訳ないいやー面白かったあの建物絶対近づく人間倒す建物だったのでいやー、うん、ご覧の通り、うん、さバーチャルサバイバルゲームはこんな感じなんですけども、うんうん、ね無人島という設定の中に大きく3つのエリアに分かれているので、うん、すごく広くてめちゃくちゃ楽しかったですよね、うん、そうだね本当ねサバイバルゲームらしくね、うんこうヒットを食らうとね、うん、もう強制的にこう、うんうん、なんてスタート地点にね戻されるっていうね、うん、セーフティーエリアみたいなね、うん、それでそのヒットしてたらもうそのゲーム自体にはもう参加できなくなるっていうね。それでね、うん、思ったんだけどねやってて思った、うん、弾が当たった時にね、うん、なんかねヒットって言えないねですね、はいまあ、ちょっと時間も短いですからね、うん、なんかねなんかこうデカ候補弾が当たるとこうなんかチクショーとかクソーとかこうなんか言いそうになってるからもうちゃんとねヒットって言わないとダメですよ、ね、分かってんだよまゆちゃん分かってんだけどそうですよねスイッチ出ちゃうんだよね、うん、なんだろうヒットっていう前にチクショーとかうわーとかやられたみたいなのがちょっとびっくりしちゃいますもんね。なんだろうねそれがねちょっとやっぱりそのリアルサバイバルゲームとは少し違うかなって、うん、慣れないっていうかなんていうのかな、うん、リアルサバイバルゲームだと、はいはいはい、もう必ず当たったら条件発射ですぐヒットって出るんだけどね。いやね、まあ、やっぱ条件反射というか VR に体が慣れていかないとっていうなんかこうちょっと話違うんですけど、うんうん、今カウントダウンとか、うん、英語で言ってるじゃないですか、はいはいはい、あとヒットとかも、うん、あれになんかデカ候補の声とかで、うん、ヒットとかなったら面白いなって勝手に思ってたんですよね。カウントダウンの声がデカ候補とか。なるほど、それはいいかもしれない、うん、でうまく当てたらナイスシュートっていうのかな俺この時に言うのかな。当てヒット取った方もね、うん、ナイスシュートめっちゃいいじゃんそれそういうバージョンアップは今後していこうしたいですねあでもね本当ね今言ったような感じで、うんこの東京マルイバーチャルサバイバルゲーム場アイランドはね、本当今システム上はね、うんうん、本当にそのバトルロワイヤルとかそういうのしか楽しむことができないんだけども、はいはい、今言った通りね、まゆちゃんが言った通り、今後もね、システムをもっともっとこうバージョンアップするつもりなんでね、うん、いやー、うん、いや実ね、うん、実は迷いね、もうあの後もプライベートで何度も遊びに行ってるというか、もうオープンしてからね、もう毎晩っていうぐらい遊びに行ってるんですけども。いや、うん、まだまだね、うん、もう多分一生遊び続けられるなって勝手に思ってるんですけど、楽しいんですよね本当に。でもね、まあ本当一生は大げさだけど、でもそうでしょ、本当ね、そういったね、ずっと遊びたいなって気持ちになるので、ね、そうやったり皆さんの気持ちに応えてね、実はこのね、うん、東京マルイバーチャルサバイバルゲーム場ね、うん、もっとこう、ね、多くの方にね楽しんでもらうようにね、うん、なんとね
バーチャルマーケット6終了後にもね、継続して楽しめるように実はね、なっております。おー、継続して楽しめる、うん、っていうことは、うん、いつまでも、イベント関係なく遊べる予定っていうことですよね。そうだね、パソコンや VR 機器があればどなたでもね、実は楽しめるようになっております。東京マリーナ、ね、ウェブサイトからもこうアクセスできるように、ね、URL も公開するようにしておりますので、よかったらね、うん、どんどん本当にね、遊んでくれたら嬉しいなと思いますよ、うん、いや、めちゃくちゃ楽しみです、うん、準備ができたら、うん、迷いはね、また毎晩毎晩またああやってね、遊びに行っちゃいますから知ってる、知ってますよ。さっきも話したんだけどね、この東京マリーバーチャルサバイバルゲーム場アイランドはね、本当これで終わりですっていうわけではないのでね、もう本当どん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 ね、進化をさせることもできますので、それこそゲーム内容だったりね、なんだろう、ルールだったりとか、それこそフィールドのデザインだったりとかね、そういうのもチェンジもできるし、そういう今後の変化もね、ぜひ期待してもらえたら嬉しいしね。あとあそこにね、来た方は分かるかと思うんですけど、東京マルイのこう本社がボーンってあったと思うんだけど、今はね、実はあの中に入れないんですよ。ただ本社が立ってるだけっていうだけなんだけど、ゆくゆくはね、東京マレーの本社内でね、インドアサバイバルゲームできたらいいんじゃないかななんて僕は思ってるんです。うわー、うん、すごく期待しちゃいますよ東京マレーバーチャルサバイバルゲーム場アイランドにいつでも遊びに行ける、うん、そしてもしかしたら将来的に、うん、マルイの本社で遊べるかもしれないっていうのをね、もうワクワクですよ。もうでしょ、これは、うん、もう本当にありがとうございます。いい本当ね、東京マリーはね、チャレンジあるのみです。いろんなことにチャレンジしてね、前進していきたいと思いますのでね、よろしくお願いします。お願いします。それじゃあね、冒頭でも触れた通り、はい、皆さんがお待ちかねのね、情報をお伝えしたいと思います。やったー、聞きたい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 と、その前にね、本来9月24日の金曜日から、第60回全日本模型ホビーショーというのがね、開催される予定だったんだけども、昨今の状況を鑑みてね、中止となっております。なるほど、そういう状況の中ではあるんですけどもね、そういった全日本ホビーショー中止という中ではあるんですけども、皆さんお待ちかねのね、マルフェスオンラインパート6がですね、再来週9月17日の金曜日8時より開催したいと思います。来たー、マルフェスオンラインパート6で、ね、うん、デカ候補、はい、7月2日金曜日にマルフェスオンラインパート5を開催したばっかりじゃないですか。はい、その通りです、うん、でも本当にちょ嬉しいんですけど、うん、2ヶ月ちょっとしか経ってないのに大丈夫ですか？大丈夫です、大丈夫です。もうね、うん、もう最近ね、デカ候補がものすごくもう頼りに思えてきましたよ。迷いは思えてきた、うん、お、うん、昔と違ってね、うん、こう一回り大きく見えますね、うん、一回り大きいってなんか違う意味にもちょっと捉えられる感じだけど、そんなことないですよいやいやいや、うん、迷いはね、攻めてるデカ候補がね、大好きです。本当本当嬉しい、ね、うん、もうちょっと喜んでくださいよ。いや本当、本当じゃなくて、もう、うん、嬉しいよまあまあまあ、どんな感じで展開するんですかはい、ね、今回もね、実はチラ出しは行いません、うん、9月17日の金曜日のね、8時からのマルフェスオンラインパート6でいきなり、うん、またいきなり新製品をね、発表いたします。やったー、うん、なんかね、うん、こうチラ出しなしで本番でいきなり発表するスタイルもすごく評判良かったですもんね。そうだね、それもすごく良かったね、うん、なんかね、みんなボーンと盛り上がったからね。デカ候補、デカ候補、もう少し詳しい話をしてくださいよ、うん、あー、なるほど、わかりました。じゃあね、次回のマルフェスオンラインパート6で発表する新製品はまたまた2機種です、うん、2機種、うん、2機種もあるんですか？あります、あります、はい、うん、で、今回はそのうちの1機種がオール
新規モデルとなります。きたー、うん、2機種のうち1機種がオール新規モデルですね。その通りです、うん、すごいな、またまたオールニューモデルがあるんですね。あります。うん、すごいな。こう冒頭で話したガスブローバックショットガン、うん、サイガ 12K も丸い初のカテゴリーでオールニューモデルでしたもんね、うんうん、そうだね。まだまだ出てくるんだな、うん、今度何かな、なんかもうちょっとヒントないんですか。なんだろうな、あのね、うんうんうん、個人的にはすごく面白い製品だと思います。うん、うんうん、なんかどういうテンション、どういうテンションなんだろうこれ。デカ候補のテンションが分かりにくいんですけど、面白いちょっと、もしかしてあのそれってあれですか、うん、エアソフトガンじゃないケースとかありますか。何言ってんの。いやエアソフトガンですよ。あの新製品はちゃんとしたエアソフトガンですよ。ただね、あのなんだろう、このスタイルニュアンスっていうのがちょっとね、ここはちょっとすごく難しいな、あのもうね、イメージはできてます、よくイメージはできてるんですよ、うん、発表した時のその皆さんのねリアクションっていうのはこう手に取るようにね分かるイメージはできてて、わーって、どういうことだろう。でもなデカ候補がそんなになんかこううまく表現できないなんて、なんか初めて見た感じなんですけども、いつもねなんか自信満々なのに今回の新製品はそんな感じなんですね。なんだ、なんのかな、なんか前になんだっけ、あの爆音ガンサウンドでしたっけ。あの発表した時に近い心境なんですか。爆音、あー全然違いますね。あの時の驚愕のガンサウンドとは全然違う。あの心情が全く違いますよ。あの、ね、違う、なんだ、まあ、あの喋りすぎるとちょっとね答えが見えてきちゃうんで言わないんだけどね、でも本当に発表するとね、うん、あのすごく話題になるとは個人的にはねすごく思います、うん、みたいな、なるとは思うんだけどね、どういうテンションなんだそれは。まあ言うなればね、このなんだろう、前ちゃんとのやり取りがヒントかな。全然伝わらないと思うんだけど。なのでぜひね、あの次回、はい、あの発表のね新製品にご期待してもらえたら嬉しいなと思いますね。いやー、何なのかな。いや本当に迷いまず全然わかんないんですけど。うん、ね、2機種のうち1機種がオールニューモデルっていうことで、そうです、新製品すごく気になりますね、皆さん。気になるでしょ、ね、ねえ、まゆはみんなの予想を見て、今から楽しみにしています。楽しみだね。マルフェスオンラインパート6、9月17日の金曜日20時より配信いたしますのでね、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。デカ候補、はい、今日もガスブローバックショットガンサイガ 12K の話とか、バーチャルサバイバルゲームとかいろいろあって楽しかったですね。楽しかったね、楽しかったんだけど、でも多分ね、もう皆さんはね、もうやはり次回配信のね、マルフェスオンラインパート6の新製品がもう気になりだしてるんじゃないのかなってちょっと思うけど、ね、いやそうですよ、迷いもマジで今めちゃくちゃ気になってるんですけど。なるほど、もうちょっとヒント教えてくださいよ、ヒント。なるほど、そう、あのね、じゃあ特別にね、新製品2機種のうち、1機種は長物です。長物、で1機種はねハンドガンです、っていうことだけお伝えしようかな。ハンドガン、きた、これ、この情報、終わり間際のこの会話、じゃあ、待てよ、じゃあ、どちらかがオール新規モデルっていうことですよね。あ、そうだけど、それはちょっと今は言えないな、それ言っちゃうといろいろだから、それはあの言えないから、それは9月17日金曜日の8時から配信するね、マルフェスオンラインパート6をぜひね、ご覧ください。よろしくお願いします。今はなんかもうちょっとうまく誘導尋問できるかなって思いましたけどダメでしたね。すみません皆さん。ちょっと前ちゃん甘いな。ちょっと甘いよ。どうせならねやっぱりこうスイーツとかさ、
そういう話からこううまくこう誘導しながら転がしながらさ、俺口開かないからやっぱ甘いものが好きなんだけども、やっぱりこうちょっと甘かったね。言ってる意味がよくわかんない。寒いな寒いな寒いな、怖いな怖いな、こうなんかね、あの親父ギャグっていうか、こうギャグにはあんまなってもなかったんですけど、なってなかったね。ね、まあ、じゃ残暑のね、うん、厳しい日には一瞬でこう、うん、クールになれたんで、あの眉的にはね、もうこれからも連発していただける方がね、うん、嬉しいかもしれません ね、前回のあの恐怖話から続いてるのね。ちょっと顔濡らしてたやつですね。汗かいてって言ってもっとうまくできたんじゃないかなって。もうもういいですよいいですよ、もうすいません、あの、はい、まあ、こんなこんなそんなこんなでね、はい、デカ候補もう時間が来ちゃいましたので、はい、うん、はい、いつものセリフで締めてください。はい、了解しました。あのね、本当、うん、ちょっとね不安定な天候とか続いていますけどもね、体調管理は皆さんしっかりしていただいてね、はい、ぜひ、元気にお過ごしいただけたらなと思います。うん、それではね、また次回お会いしましょう。ナイスシュートシュート、親父ギャグ禁止。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いや、うん、いろんな話があったけど、うん、こうやっぱ VR ワクワクしちゃいますね。ああいうフィールドの話とかすると、本当ね、あの夢が広がるのよ、うん、あの全然語りきれなかったけど、広がる、本当に、うんうん、ね、いろんなことできる。なんかやってみたいこととかありますか？いや、本当だからね、そういった意味ではあの、うん、なかなかリアルだと難しいんだけど、本当に東京丸いの冠をつけたゲーム大会とかさ、うん、冠をつけた、うん、いわゆる東京丸い、うんうん、あのバーチャルサバイバルゲーム大会みたいな、そんなのも、あー、なるほど、うん、超楽しそう、ね、それであの、うん、やっぱりヒット判定が結構的確だから、そうですね、うん、いわゆるその、うんうんうん、ゾンビ行為っていうのがちょっとできないんで、そういった部分ではなんか逆に言うとね、なんかそのなんか商品をなんか出すとか、いやー、いいな、うん、あとはなんか本当にそのなんだろうね、新製品の発売前で全員がその新製品でやるゲーム縛りとか、すっごい楽しそう。あ、おーおーおー、どうしちゃった、あ、おとか、まあ、あとは例えばそれこそ発売した LCP とかボディーガードのああいういわゆるハンドガン縛りとかでね、楽しむとか、いや、やりたいですね、うん、いろんな展開ができると思うんだよね。うん、いや、なんかもうさっきはまゆ言ったけど、あの音声が、うん、こうデカ広報がナレーションしてるとか、うん、なんかそういうのがあったらすごい楽しそうだなと思って。あ、面白いかもしれないね、そういうのもね、ねえ、うん、なんかね、ヒットっていう声がデカ広報で、うん、ナイスヒットコールとか、あ、違う違う、ナイスシュートでしたっけ、うん、ナイスシュートっていう、うん、ヒット取るとナイスシュートになれるシステムとかあったら超楽しそうですね。楽しいよね、なんかね、うん、ね、なんかなんかいろいろ夢見ちゃうな。だからいろんなことができると思う。なかなかリアルでは難しいけど、やっぱりバーチャルだとそういうのが結構できるかもしれないし、例えばさっきも、うん、そのリアルサバイバルゲームで、まあ、やっぱり昔協賛品とかやっぱり出したりしたんだけど、協賛品があればあるほどやっぱり、ね、ゾンビ行為に走っちゃうんだよね、うん、やっぱり、あ、やっぱ欲しいから、やっぱりそれが欲しいがゆえに、どうしてもその辺のだからバランスがすごく難しいんだよね、うん、難しいですね、うん、それで結構みんなそのなんか当たったらそのランプがつくとかっていろんなみんなシステムを考えたりはするんだけど、へ、うん、なんかね、それもまた難しいんだよね。だんだんそうするとこうサバゲーじゃなくなってっちゃうところもあったりとかしてて、だその辺のやっぱりバランスっていうのが意外とこの VR だったらそういうのが全部できるのかなってちょっと思ったりもしたね。そうですね、うん、なんかアバターが大きくても小さくても当たり判定するところは同じだから、うん、みんなこうね、ゲーム対等にゲームしやすいかなとも思うし、そうだね、すごいそれが楽しい、うん、でもう本当に夢だったんですよ、迷いはみんなとね、サバゲーすることが夢だったんで、そうだね、うん、ね、バーチャルといえどこうやってみんなとサバゲーできてる今はすごい幸せです、ね、本当にありがとうございます、うん、まあ、本当にそのいろんな人に声かけてまあわーっとやってね、うんうん、で例えばそのリアルな商品じゃないにしても、例えばそのなんだろう、データとかね、その銃 の、 あのカスタムされた、カスタムというかデザインが違う銃をデータであげますよとか、
なんかちょっと考えてもいろんなこういうのもできるのかなみたいなのがあるんで、いつか本当実現していきたいよね、はい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 、一つ一つでも。いいですね、うん、なんかちょっとずつ進化していくっていうのも追っていても楽しそうだし、いや本当いいな、うん、それはさっきも言ったんだけど、うん、本当にあの丸井の本社の中でねまだ戦えないから、うん、あの本社の中でも戦えるフィールドがあるだけでもすごく楽しいんじゃないの、うんうん、あれですか、じゃあ地下もちゃんと実装されてますか。なんか地下は実は武器庫になってて、うん、本来であればフィールドイン前に銃を選んで取り替えることはできないけど、うん、実はあの本社の地下に行くと銃を買えることができたりとか、うん、あのよくウィキでも言われてるけどね、世界一の武器商人だとかってよく言われてて、いまだに地下室で本物作ってんですかとかってよく言われたりするけど、そんなことあるわけないんだけど、ないんだけど、でも、いや迷いはね、うん、あれですよ、あのブクブクしたあの水の筒みたいな中にね脳みそが浮いてるようなね、ああいうなんかの研究してんじゃないかな。それは屋上だねきっとね。うわ怖い、あの屋上の看板の中は実はそういうこう水槽の中にこう脳がこうビューって浮いてるようなとか怖いな怖いな、引きずってますね、魔法じゃんそれ。いやでもなんかね、そんな妄想もさておきながら、うん、そういったことも実装しようと思えばできちゃうかもしれないのが VR のいいところだなって思うので、そうだね、あの、まあ、もちろん、ね、あのリアルサバイバルゲームを逆に10月ぐらいにまたやりたいなって思ったりもしてて、うん、それはそれ、これはこれみたいなね、どっちも楽しみたいんで、うんうん、楽しみましょう、うん、いろいろとやっていきましょうね。じゃあこの後ちょっとやりましょうか、うん、また近いうちにね、でかこほとまゆやりますか、やっちゃう、やりますか、やっていきましょう。やっちゃう。ということでお疲れ様でした。お疲れ様でした。バイバーイ、やっちゃう、バイバーイ、バイバーイ、やっちゃう。もういいって。